ナチョ、退団し、インテル加入、から一転してレアル残留。レアルマドリーのスペイン代表 DF ナチョ・フェルナンデス33が残留を明言した。一時は6月の契約満了をもって退団し、インテル加入が見込まれていたナチョだが、一転して2024年夏までの1年延長オファーを受け、残留を決めることになった。スペイン RTVE のインタビューに対し、ナチョは次のように答えた。クラブとは良い関係だ。国外からのオファーは常にあるが、もう1年止まることにした。この決定に満足している。マドリーの下部組織出身であり、2011年4月にファーストチームデビューを飾ったナチョ。以降は不動の主軸とまでは至らずとも、センターバックやサイドバックの頼れるバックアッパーとしてチームを支え、今季も公式戦44試合に出場していた。嬉しすぎる。控えでも文句を言わないナチョ。来シーズンもいてくれるのは頼もしい。こりゃ、来季 CL 優勝確定だな。よかった。控えでも DF ライン端から端まで便利使われても文句言わずいてくれるナチョ。マドリーにとっては何よりの補強。控えでも文句を言わず、CB、両 SB 対応で堅実なプレーぶり。特に過密日程で怪我人が多くなる昨今、ナチョのような縁の下の力持ちは本当に重要。スターだけではチームが力を発揮できない。絶対に手放すべきではなかった。クラブにも選手にも最高の選択だった。たまに良いんだけどね。CL とかで負けそうな時にレッドもらうやつやめて。マドリビスタとしてはもう何らかのタイトル獲得したくらい嬉しいニュース、これからもよろしくお願いしますかお。後ろはどこでもこなせる。これはでかいですね。来年はキャプテンらしいからな。頼むぜキャプテン。よろしければ、チャンネル登録、お願いしまーす。